Discharge!
役立たずなばっかりに。大丈夫だ、そんなこと思ってないから気にしなくていいよ。とはいえ一人で連戦は少しきついな。念のためあそこの岩陰で待機しながらまだ仲間がいないかを確認しよう。わかった。畑から藁を少し借りてきた。これを敷けば岩場がふかふかのベッドに早変わりだ。はあ、快適。キリトはどこででも寝られそうだね。よく言われるよ。レンリも少し体を休めておくといい。ありがとう。なんでだろう、キリトは本当に話しやすいよ。そうか。うん。他の聖豪騎士の人と話す時とか僕はいつも劣等感を覚えるんだ。でもキリトといる時にはそれを感じない。劣等感を抱く必要なんてないさ。さっきの総翼神の蹴れ味はすごかったぜ。いや、だからこそ情けなくなるんだ。総翼神という最高の神器を生かせていない自分がね。そのせいでアドミニストレーター様からも見限られて、失敗作の烙印を押され凍結されていたんだ。そうだったのか。もし戦いの練習をするなら付き合うから言ってくれ。うん、ありがとうキリト。総翼神の切れ味は本当に凄まじかったな。聖豪騎士なだけあってそれを操るレンリの技量も高い。ただ気持ちの面でその力を発揮できてないんだな。それにしてもこの藁は本当にふかふかだな。本物のベッドのような寝心地で、このままだと。キリト、キリト。うん、寝ているところごめん。魔獣が出たんだ。あ、いや、こっちこそすまん。いつの間にか眠っていたみたいだ。魔獣が、しかも2体か。一人で2体同時に相手するのは厳しい。レンリー、片方を任せていいか。無理だよ。さっきの僕を見たでしょ。足が動かないんだ。僕を凍結したアドミニストレーター様は正しかったんだよ。キリトだってそう思うだろう。僕は役立たずの聖豪騎士だって。来る、どうしよう。分かった、レンリは戦わなくていい。うん、一人で倒せそうってことだよね。いや難しいな。
片方の相手をしている間にもう片方に背中からやられるのがオチだ。え、じゃあどうするの？いいかレンリー、よく聞いてくれ。知り合ってからまだ日は浅いかもしれないが、俺はレンリーのことをその友達だと思っている。友達？そうだ、俺の親友と雰囲気が似てる気がして、どうも他人には思えないんだ。レンリーからしたら勝手な話だろうけど。キリト、いや嬉しいよ。だからレンリー、今聖豪騎士として戦わなくていい。ただ友達として俺の背中を守ってくれないか。友達として背中を守る。さあ来い、俺が相手だ。2体同時は厳しいな。早いとこ1体を倒さないと。くそ、まずい。このままだとキリトが失敗作の僕にできること、戦うんじゃなくて守る。友達の背中をキリトを守るんだ。レニー、待たせてごめんキリト。友達だと言ってくれて嬉しかった。まだ怖いけど君の背中は僕が守るよ。ああ、一緒に戦おう。